マーク84もしくはブルマイナス -117 はアメリカ合衆国の無誘導爆弾である。重量2000ポンドクラスのこの爆弾はマーク80シリーズの兵器の中で最も広く用いられている。ベトナム戦争中に配備されたこの兵器はマーク80シリーズで最も多くの高性能爆薬を積んでいることから一般的に投下されている大型無誘導爆弾の大半は 本爆弾である。その後、重量六千八百三点九キログラムのブルマイナス82、デイジーカッターが配備されると重量では、第二となり、さらにブルマイナス八十二の後継として、現代では、重量一一万二百五十点二キログラムのクブマイナス四十三 B モアブが配備されたため、第三位となった。しかし、これらの爆弾は、その巨大さゆえに運用上の制約が大きく、 通常の作戦においても、後半に用いられる爆弾としては依然としてマーク84が最大級のサイズとなっている。湾岸戦争中のイラクで飛行した回 -117 ナイトホークの登場者たちは、本爆弾の相当な破壊力と爆風半径により、この爆弾をハンマーとあだなした。この際には玉体に、 グブーマイナス -27 ペイブウェイスリーキットが装着され、回 -117 専用として使われていた。本爆弾の名目上の重量は9 0 7 2ラムとされるが、実質的な重量は、ビブや新刊オプション、また、投下時に落下速度を収める装置によって894.5から9 4 4 8ラムと多様である。この爆弾は、 流線型の構成団体に取りとなる高性能爆薬を 428.6kg 充填している。マーク84は幅 15.2m、深さ 11.0m のクレーターを作る能力を持つ。マーク84は透過火事の高度に依存するものの 381mm 厚の金属板または 3.4m 厚のコンクリートを貫通できる。 また、地質的な破片を発生させ、その機害半径は365.8メートルである。安定性の付与と投下時の減速装置を装着するため、多数のマーク84が改造された。これは、精密誘導能力を与えるためであり、こうした爆弾は多様な精密誘導兵器の弾頭として役立った。そうしたものの中には、グブマイナス十、グブマイナス十四。 グブー -27 ペイブウェイレーザー誘導爆弾や、グブー -15 電子光学誘導爆弾、グブー -31J ダム、また、クイックストライク機雷が含まれる。アメリカ海軍では、空母、ホレスタルの火災事故の際の脆弱性から、ワゾブが組織された。この機関が実行した試験の報告によれば、マーク84の コックオフに要する時間はおよそ8分40秒である。2016年3月に航空自衛隊においても調達が決定された。ありがとうございます。